気象点結とは、4行からなる漢詩のゼックの構成を、指す。1行目から順に、キク、ショーク、点ク、結句と呼ぶ。元の中国語では、気象点愛である。日本の初頭、中東教育においては、本来の意味から転じて、文章の構成として、一般的に教授されている。気象点結による文章は、論理的ではないとの指摘がある。 文章やストーリーの構成に気象転結を用いることは国際的には一般的ではない。国際的には英語の一般的な論理的文章ではパラグラフライティング、学術論文ではインラッド、及び映画などの脚本では三幕構成が主に用いられている。元のようはじめの表した司法化数は気象転結説を唱えた文献のうち、 最古のものであると主張される場合がある。要はじめの気象転結説は、主に以下のようなものである。当の詩人、徒歩の読んだ次の五ことゼックの詩が気象転結の例である。また、来三葉の作と伝えられる以下の俗用も気象転結の例として認知されている。来は、監視の気象点結を弟子に理解させるために、この俗用を用いていたと伝承されている。 国語学者で、向川女子大学、言語文化研究所長及び同大教授の佐竹、秀夫は、気象転結による文章の構成について、以下のように定義している。黒沢明監督作品の脚本を、複数担当した、脚本家の小国英雄は、ストーリーの構成における、気象転結を、以下のように解釈している、編者中、一部語字を修正。 そのようなストーリー構成の典型的な例として4コマ漫画が引用される場合がある。日本においては中等教育の段階までに学習する文章のスタイルは気象点結が一般的である。このため生徒は日本語の文章は必ず気象点結で書くという認識を持って卒業している場合が多い。一方で気象点結は漢視の構成に過ぎず 論理的な文章を書ける構成ではないとして、以下のように指摘されている。日本語学が専門で、高崎経済大学助教授、当時。後に教授の高松正武は、気象転結について、こと説得を目的とする文章を作成するに、当たっては、極めて不適切で、ほとんど使い物にならないと主張しており、気象点結では、文章は書けないと述べている。 小、点、欠のそれぞれの機能の定義が明確でなく、各部分に含まれるべき文が曖昧であることを、高松は問題視する。高松はまた、気象点欠が真に問題であるのは、それが役に立たないからではなく、思考に大きな影響を与えるためであるとする。すなわち、文章の論旨とは、無関係のように見えることを、点で突然言い出したり、論旨を、 結に書くために、可能な限り語の方に記述しようとしたり、文章の構成として、絶対に認められない思考様式を定着させると、高松は主張している。日本語教育が専門で、千葉大学国際教育センター准教授の佐藤、久子らは、論理的な文章は、論理の一貫性が必要であり、天皇部分が、論理の一貫性に反すると批判している。 言語文化学会東北支部長で論文指導者の横尾清も、また、点の部分が論理的な展開から逸脱している点が論理的でないとする。横尾は、起承転結は文学的な文章展開であり、論理性や客観的視点がないため、論証や議論には適さないとしている。たとえ中学生の作文指導であったとしても、 気象転結などで書くことを意識させてはなりませんと、横は述べている。ベインカンパニーの日本史社長を務めた経営コンサルタントの後正さは、気象転結は、修字の技法であり、論理的な正しさとは関係がなく、むしろ修字に影響されることにより、論理的思考の障害になるとしている。ブーズアレンハミルトンで主任コンサルタントを務め、 バーバラミントの著作を翻訳した山崎孝二はビジネス文書ではまず結論から書くことが原則でありその理由の一つは読む側が多忙であるためとしている山崎は結論を最後に書く気象転結についてレポートライティングのスタイルではないと主張している心理学者でお茶の水女子大学の学長を務めた畑のび歴史学者の田明も 文章技法としての気象転結に対して、このような批判と同様の主張を行っている。映画などの脚本においては、次のように指摘される。すなわち、アメリカの著名なスクリプトドクターである、リンダ・シーガーによれば、最初の転換点までの時間配分が長すぎる場合、観客の関心を得られないとしている。なぜならば、そのような構成では、三幕構成でいうところの、 大一幕が間延びして退屈なものとなる。反対に最初の転換点に続く大二幕は短すぎてあっけなくなるためであるという。最初の転換点とミッドポイントを混同する脚本家はアメリカでも多く、そのため大二幕が映画の中間から始まるという破綻した構成の脚本が出来上がるのだとシーガーは述べている。英語圏では パラグラフライティングが文章一般に用いられている。また、学術論文では、インラッド形式が主流である。気象転結は、ストーリーの構成としても、必ずしも評価されておらず、例えば、映画などの脚本においては、国際的に支持されていない。通常、映画などの脚本は、三幕構成に基づいて、作成される。なお、日本の伝統芸能における、 脚本構成も、序波級、すなわち三幕構成である。パラグラフライティングは、英語の論理的文章の一般的なスタイルである。パラグラフライティングは、序論、本論、結論の三部構成から成り立っている。パラグラフライティングでは、結論にあたる主張が、文章全体の最初のパラグラフに書かれる。続いて、その根拠が一つ以上のパラグラフによって示される。そして、 最後のパラグラフでは、それまでのパラグラフが要応訳され、また、結論にあたる主張が表現を変えて繰り返される。序論では、論詞、すなわち、文章全体で一番言いたいことが示される。本論は、その論詞の根拠を書くところである。本論は一つ以上のパラグラフからなる。本論のパラグラフは、 主題文とそれに続く指示文からできている。主題文はそのパラグラフで言いたいことを述べた文であり、指示文はその根拠となる文である。指示文は5つ以上であることが望ましい。そのようにして本論のパラグラフは成り立つ。結論は全体のまとめである。ここでは本論での論証に基づきながら、 序論で述べた論旨が言い換えられ、改めて主張される。パラグラフライティングでは、ワンパラグラフ、ワントピックが原則である。新たなトピックを述べるときには、段落を分ける。また、トピックや論旨と無関係な文は書いてはならない。気象点結の点のような論述は、論理の飛躍であるとして認められない。インラッド形式は、学術論文の典型的な構成である。 インラッド形式は導入、方法、結果、および考察からなる。派生的な形式も含めれば、学術論文の構成は、インラッド形式が主流となっている。分野別では、生物科学をはじめ、科学、および医学などの自然科学において比較的多く、用いられている。三幕構成は、映画などの脚本における一般的な構成である。 三幕構成では、ストーリーの序盤、中盤、終盤が、それぞれ設定、対立、解決の役割を持つ三つの幕となり、三つの幕の比は、1、2、1である。幕と幕は、転換点でつながっている。プロットポイントは、主人公に行動を起こさせ、ストーリーを異なる方向へ転換させる出来事である。NHK エンタープライズのエグゼクティブプロデューサーで、 ある、浜野隆弘は、日本と海外では、ストーリーの組み立て方がかなり異なる。例えば、日本では、希少転結の概念を知らないプロデューサーはいないだろうが、外国人で知っている人は稀だ。海外では、序波球の概念に近い、三幕構成が主流であり、これは、外国人ならほとんどの人が知っている。そのため、ピッチ、偏射中、企画の売り込み、を受けた。 外国人がストーリー構成を聞くときは、この三幕構成に沿った説明を求めていることが、ほとんどだ。それをすぐに答えられない場合は、基本的なことすら考えていない企画以前の、段階なのだ、と思われてしまう。と述べている。気象天皇の語は、16世紀半ばの国語辞典である、うんぽいろは州に、日本における早い使用例が見られる。 その後の日本においては、ある時点から気象転結の構成は、漢詩以外の文章にも転用されるようになった。1802年には、実編者19による気象転号と題したシャレ本が刊行されている。この時の題名も気象転号であり気象転結ではなかった。中国においては、文学者の路人が1928年に出版されたのみ、 州の通信の中で、すでに気象転結の転用を行っている。夏目漱石及び寺田虎彦は、監視の構成という本来の意味で、気象転結の語を用いているが、寺田は比喩としても使用しており、1931年の連句雑草では四部構成を監視のみでなく、義曲にも小説にも用いられる必然的な構成法としている。 また同じ頃、詩人の横山聖画は、新しい歌の作り方において、自由詞に拡張した、気象点結の必要性を主張している。遅くとも1940年代には、文章や物事の構成という意味での、気象点結の手にを一般化した例が見られる。1961年に出版された、作文の授業入門は、気象点結について、 これは言うまでもなく、監視の句の配列の名称ですとしながら、作文の表現として取り上げている。これを子供たちにもよくわかるように言い表すと、はじめ、続き、変わり、結びということになるでしょうか、と今井は述べている。今井は日本作文の会の委員長を務めた。日本作文の会によれば、日本の国語教育で書くことが重視されるようになったのは、 戦後のことであるという。小国秀夫は、1970年前以後、またはそれ以前に、中国に、起承転結という言葉がある。この言葉は、作劇場の構成をうまく表現した言葉で、これからシナリオを書く人は、この順序に従って、劇を作っていくと便利ではないかと思われる。と、後の紹介から始めている。また、この文章の掲載された、 シナリオ作方向は気象転結のみでなくアリストテレスの三部分説からフライタークの五段解説に至る近代作劇術の基礎を解説している。1980年に出版された NHK 新アナウンス特本では NHK のニュースの原稿は気象転結によって構成されているとしている。気象転結は文章でも音楽でも あらゆる構成の基本型ですと同書は記している。日本の国会においては、第1回以降、気象転結の号を最初に用いたのは、第16回6月30日の衆議院、文部委員会における、世耕孔一の質問である。世耕の発言は、気象転結の本来の意味、すなわち、監視の構成という意味に基づいて、かつての教育直後の詩議としての芸術性を、 主張するものであった。世耕はまず、気象転結の語を紹介することから始めている。死に、気象転結という法則がございます。死吟するときにその点の部分をひときわ声を、張り上げるようになっております。教育直後にも芸術性がございまして、君に忠に親に公にと、誠に老吟に適し、世耕孝一、第十六回国会、衆議院文部委員会五号、 1953年6月30日。これ以降、気象転結の語が、国会において用いられることは17年間にわたって、なく、1970年代に入り、突然、文章や物事の構成という意味での転用が3例、1980年代には8例現れる。国会において、最初に、そのような転用を行ったのは、 外務大臣の愛知基一である。1970年3月31日に発生した赤軍派のヨド号ハイジャック事件の時期と重なったため、ソビエト連邦との外交交渉の天末が不明瞭となったことを愛知は同年4月14日に述べている。ただいまもお話がございましたように、これはハイジャック事件の突発によりましてこの問題の 気象転結が少しぼやけている傾きがございます。政府とこの問題についてのソ連側との交渉、それからその週末でございますけれども、これが終結するに至りますまでの正式の交渉の、天末でございます。愛知基一、外務大臣、第63回国会、参議院外務委員会7号、1970年4月14日。 1970年代の国会における他の要例としては、上田明による1973年の第71回国会参議院内閣委員会での発言、及び丸谷兼康による1979年の第87回国会参議院農林水産委員会での発言がある。ありがとうございます。